台湾重大土木史跡は2001年に台湾の土木学会の数団体が主催し国内の選定活動によって選出された10カ所の歴史的土木建造物群台湾では近代以前から建造当時の環境や技術物資面での不足にもかかわらず歴史上の意義がある多数の土木事業が行われ台湾の歴史文明社会経済の発展に貢献してきたものも 少なくない。いくつかの事業は現在でも、社会的貢献が認められたり、継承地となったものや、過去を忍ばせ訪れる価値があるものが多い。選出に関わった国立台湾大学総務長の陳ブリ側は、従来史跡選出は市民に、台湾の土木史跡の多元性や豊富な岩築保存に対する活性化という価値をもたらすとしている。こうしたことから、 台湾の財団法人恐れ超中基金会、中国皇帝士学会、中国土木水利皇帝学会、財団法人台湾英検研,研究院、台湾小土木技師公会、財団法人中高皇帝会議、研究発展基金会などの学会関係団体が、発起、主催で、広抜け、台湾重大土木史跡選出活動が行われた。 2001年11月30日に選出リストが公表され、台湾各地に現存する土木構造物10カ所が選ばれた。同年同月に行政院文化建設委員会主催で、同じく一般のネット投票も経て、台湾歴史建築百景選出活動も行われたが、文立会は土木遺産以外の要素も先行対象であり、 学会主体で開催された重大土木史跡とは開催の方向性も異なる。重大土木史跡にノミネートされたものの宣外となった収集駅特さ令トンネル以外は歴史建築百景と重複しなかった。主催者は以上7名に審査を要請し、7名は選考委員会を結成した。選出時点で最小築30年以上のものについて委員会選考及び、 インターネットとファックスによる一般調査で27カ所に絞り込まれ11月30日に10カ所が選出された。後年に台湾土木史を編纂することになった国立台湾大学教授の陳清元は10大史跡選出を以下のように述べている。この活動は世間の反響を呼び参加した学者らも自身による審査過程で時代を超越した。 様々な建造物の歴史に触れるとともに、関連する記録や文献が急速に失われつつあることに直面した。審査員を務めた学会理事長で、大々教授のチンブリガーが呼びかけたことで、2002年に土木市委員会が結成され、多くの土木技術者が集まって、台湾土木誌編纂作業が始動した。編纂作業は発起人のチンと公認の台。 大土木工程系教授見学会理事長の楊必殺氏、武氏が指示のもとで、陳清元が主任委員として指揮を取った。項目策定、資料収集、本文執筆、編集作業、印刷、出版作業などの多岐にわたる編纂作業が続行された。編集作業に関わる部分では,は2004年に委員会内に勝負会が作られ、 立て続けに招集された部会では、アミメ計画修正、資料の検証、写真などの著作権、請求、数度の査読依頼、構成、印刷、出版事務、予算交渉などが行われた。こうして、台湾の約400年の歴史にまたがる土木事業の発展を交渉し、わかりやすく分類した全7部作の資料が2007年に完成。史実に迫り、 各時代の土木技術を伝える、時空を超えた文明の天般の目標を達成すべく、各委員の努力により、交通工程誌六部作と推理工程誌からなる900ページの大作は2008年に出版された。台湾土木誌は、先人の心血の結晶であり、自責を忠実にたどることができ、土木技術の伝承と創造を促すことで、土木の社会的地位を高めることにもつながる。 また、優秀な青少年が、業界に参与も促し、やがて技術の創造、革新が国家建造を推進し、文明の進歩につながる。土建業界の先人と、新人、各界人士がこの書物を手に取り熱心に読むことを願っている。社自体は十大一跡選定以後の文化資産登録を表す。ありがとうございます。